ルマン式スタートルマン式スタートとは、自動車、オートバイ等のレースでスタートする際に、ピットもしくはホームストレート前にグランドスタンドを向くように一列に並べられた出走車両に向かってスタートの合図でグランドスタンド側からコースを横切って乗り込みスタートする方式のことである。ルマン24時間レースで長年伝統的に使われてきたことが、 名前の元になっているが、初回1923年のルマン24時間レースでは、通常のグリッド式スタンディングスタートであった。その後自動車の指導性、乗り込みやすさなどを評価する観点から採用されたが、シートベルトを装着しないでスタートするドライバーがいたり、後方の車両が早く出て混乱するなど危険が多い、ことが知られていた。 1969年のルーマン24時間レースにおいて、ジャッキー・イクスがスタートの危険を避けるためにゆっくり、歩いて乗り、シートポジションを確認し、シートベルトを装着し、精神的に落ち着き、他の44台が走り去った後に出発した。この時も最初の周回中に、ジョン・ウルフが乗るポルシェ917の10号車が、メゾンブランシュを曲がりきれずに、 とてに突っ込みジョン・ウルフが死亡する事故となっている。このことからルマン24時間レースでも1971年のルマン24時間レースから通常のローリングスタートとなり、その後はバイクレースでのみ使われるようになっている。ただしその後もスタート前のセレモニー時にグランドスタンドを向くようにマシンを一列に並べるスタイルは ルマン24時間レースで引き続き採用されており、FIA 世界耐久選手権でも2015年よりシリーズ前線で同スタイルによるスタート前セレモニーを行う。ありがとうございます。